いや朝はすごかったんだけどね、昼近くになったら雪が弱くなってきた富山市です。ちょっとね朝のね刺身定食がねいまいちだったんで、帰りにねちょっとねせっかく富山に来たんで寿司でも食おうと思ったんですけど、なんかね人気のあるあれなんだけど、あの寿司屋に行こうかと思ったんだけど、ここはね一つね地元の人に聞いたら回転寿司うまいですよって言ってたんで、ちょっとそこにね行ってみようと思います。もうじき回転みたいなんで。ただ気温はそんなに低くないと思うんだよね、寒がりの俺が言うんだから、間違いないからと。あ、雪が降った後に雨が降ったんだなこれな、だからこんななんだ。あそこにあるね、まあ俺これ普通ねこのファサードだと俺入んないんだけど、まあねここはねあのネタがね結構地のものが出るっていうことなんで、まあ行ってみようかなと。オープンジャストで、あ、お客待ってんだね結構車でね、結構駐車場車多いな。すみません、はい、扱い1号ください、はい、オーダー3-1扱い1号金下がる基金です。はい、いや外に出たらねすっかり晴れててね、ちょっとびっくりしたんだけど、まあ持ってるね俺はね、やっぱりねこの雪をやませるっていうね。食べましたけどやっぱ美味しい、すごく。まあネタによってはちょっと水っぽいとか、まあのどぐろとかそうなんだけど、ネタによってはちょっといまいちなんだけど、やっぱ全体的にねうまい。でやっぱりね富山の人のやっぱ気性なのかな、やっぱりすごく人当たりが最初はきついんだけど、話し込んでみるとすごくいい人が多くて、だ今回もねすごく気持ちよく食事ができたかなと思います。まあ思い残すことはないんで、滞在時間高々 3-4 時間ですけど帰ろうかなと思います。ごちそうさまでした。富山県。